はようございます。先ほどホテルをチェックアウトしたので路面電車に乗車して富山駅へと向かいたいと思います。ホテルでいただいた割引券です。この割引券を持ってると2回まで路面電車を100円で乗車することができます。今乗車しているかっこいい路面電車はセントラムといって富山市が所有しているそうです。デザインは GK デザインさんです。中町停留場から進むこと約10分、富山駅に到着です。路面電車の停留場の目の前が新幹線の改札口。ほんと乗り換えが便利です。アクタカ555号が富山駅に入線してきました。こちらの車両に乗車して隣の新高岡駅へ向かいたいと思います。本日使用する切符も昨日に引き続きこの北陸応援フリー切符です。新幹線の自由席も乗り放題です。富山駅を出発すること約10分、新高岡駅に到着です。やっぱ新幹線は早いですよね。これから上花線に乗り換えるのですが、上花線のホームは新幹線の改札口からこの通りを通って100メートル先のところにあります。今回初めて来たのですが結構歩くんですよね。新幹線の改札口を在来線側に近づけて作ることはできなかったのでしょうか。新高岡駅のホームにキハ47が入線してきました。こちらの車両に乗車してお隣の高岡駅へ向かいます。乗車すること約2分、高岡駅に到着です。氷見線に乗り換えます。氷見線の車両も上花線と同じくキハ47です。12時4分に高岡駅を出発しました。越中国分駅を出て間もなくすると氷見線の絶景区間、富山湾の天原市海岸へと出ます。今日はあいにくの曇り空だったのですが、晴れた日には立山連峰を望むことができます。絶景区間を利用して土曜や休日には観光電車のベルモッタも走っています。私も今度乗ってみたいものです。キハ47の車内はこのような感じです。氷見線は近々愛の風富山鉄道への移管が決まっているので、青春18切符等で乗りたい場合は今のうちに乗車することをお勧めします。高岡駅から乗車すること30分、終点の氷見駅に到着です。氷見駅に到着です。ありがとうございました。氷見市は日本漫画界の巨匠藤子不二雄 A 先生の出身地です。街の至る所に藤子 A 先生の作品のモニュメントが展示されています。ビリケンだ、懐かしい。お、マグロ福蔵、あなたの隙間をお埋めしますだー。お、服部くん、服部くんがやってきた。ニンニンですよ。氷見漁港の大市場食堂に到着です。氷見と言ったらブリでしょうということで注文したのはブリ丼定食、ご飯大盛りです。ブリが丼ぶりいっぱいに花びらのように15枚も乗ってました。定食にはかぶす汁がついてます。このようにコンロで温めているので熱々をいただくことができました。優しい味で本当最高でした。あまりにも美味しくて箸が進む進む。
やもうめっちゃ美味しかった、もう最高。再び氷見駅に戻ってまいりました。結構ギリギリになってしまったのですが、氷見駅に入線してくるキハイ47を撮影することができました。なんだかんだ言ってやっぱかっこいいですよね。14時23分氷見駅を出発です。天原市駅まで乗車したいと思います。天原市駅に到着しました。近くの踏切を渡って少し進むと天原市海岸に出ます。海に来たらお約束ですよね。ちょっと波の勢いがすごかった。天原市海岸にあるこの義経岩は義経伝説が残っています。平泉に向かう途中ににわか雨が降り出したため、家来の弁慶が岩を持ち上げてその陰で雨宿りをしたという伝説です。天原市という地名はこの伝説を由来としているそうです。奥に見えるのは名岩です。先ほど氷見線の車内から見た岩です。晴れてる日には奥には立山連峰を望むことができます。ここは天原市海岸沿いにある道の駅天原市です。2階3階には天原市海岸を望むことができる展望デッキがあります。3階の展望デッキからの眺めです。目の前には国道415号線と氷見線の線路があります。ちょうど氷見駅へと向かうキハ47がやってまいりました。天原市海岸沿いを走るキハ47、この道の駅天原市は氷見線を特に撮影する絶景スポットでもあるので、カメラを構えた多くの方々が通過しているキハ47を撮影していました。再び天原市駅からキハ47に乗車して高岡駅に向かいたいと思います。車内からは行きの電車では見ることができなかった立山連峰をかすかに見ることができました。電車は順調に進み16時40分に高岡駅に到着です。上原線に乗り換えます。16時43分高岡駅の出発です。お隣の新高岡駅に乗車します。新高岡駅に到着です。新幹線ホームへ向かいます。新高岡駅から白鷹567号に乗車して終点の金沢駅へ向かいます。フリー切符を使用しているので新幹線が気軽に乗れて本当に楽ちんに移動することができます。さーてここでビールタイム。新高岡駅のセブンで購入したうなずきビールケルシュ、行ってみましょう。乾杯。いやー昼間から新幹線のビールは本当最高です。金沢駅に到着しました。もう小松駅のところにもうガムテープが貼ってあって、これを後取ると見るとなってます。北陸新幹線金沢敦賀間開業、開業まであと3日です。駅の電光掲示板も調整中となってますがもう準備万端です。駅舎を出るとすぐにおもてなしドームと、その先には鼓門が我々旅人を迎えてくれます。駅から歩くことを30分、近江町市場に到着です。この近江町市場は、2021年には開設300年を迎えたとのことです。分かっちゃいたけど、この時間に来ると寂しいよね。おお、マジか。
当面の間はラストオーダーは15時30分、クローズは16時とのことです。残念、夜の東茶屋です。なんというか結構寂しいんですね。でもそれはそれで風流ですよ。再び金沢駅に戻ってまいりました。鼓門が緑に染まっている。さて本日最後に乗車するのは特急おやすみエクスプレスです。おやすみエクスプレスの前には福井まで行くダイナスターも走っています。この表情を見れるのもあとわずかです。金沢駅の特急列車の編成表です。ご存知の通り2024年3月のダイヤ改正で特急列車は金沢駅にやってこなくなります。特急街道であった金沢駅から特急列車がなくなるのかと思うとなんだか寂しいです。ちょうど撮影しているとダイナスター2号が福井へ向けて出発していきました。新幹線開業まで残り3日となった金沢駅、カメラを構えた多くの方々が写真撮影をされていました。特急ダイナスターが出発した後、まもなく私が乗車するおやすみエクスプレスが金沢駅に入線してきます。おやすみエクスプレスはライナー的な車両で平日に1本敦賀駅までの間を主要な駅を停車して向かう車両となっています。21時22分おやすみエクスプレスの車両が金沢駅へ入線してきました。3両編成681系の付属編成です。おやすみエクスプレス用の専用の方向幕もあるんですよね。そして英語表記が郡内エクスプレスじゃなくおやすみエクスプレスとなっているところがなんか面白かったです。先ほどおやすみエクスプレスの停車駅は主要の特急の停車駅だと言ったんですが、よくよく考えたら大正寺駅もこの車両は止まります。大正寺駅って結構止まる車両って限られてるんですよね。21時40分、帝国通り金沢駅を出発です。夜の遅い時間帯の発車ではありましたが、新幹線開業まで残り3日。最後にこのおやすみエクスプレスの車両を写真で撮ろうという方々が金沢駅には多くいらっしゃいました。福井駅で降りようと思ったのですが、この後うとうとしとしてしまい、気がついたのは北陸トンネルを抜けた直後でした。北陸トンネルを抜けたところには硬直流を切り替えるデッドセクションがあって、まもなく液晶の表示が消えるのですが、あ、消えた。合流から直流に切り替わるのを見ることができます。車両自体は車内の照明が消えることなく電光掲示板のみが消える仕様となっているそうです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点敦賀です。お出口は左側です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。またの特急おやすみエクスプレス号ご利用をお待ちしております。敦賀です。お出口は左側です。金沢駅を出発して1時間30分、23時7分に終点の敦賀駅に到着です。乗車した皆さんが素早く降りられたのはこの到着と同時に動き出す方向幕を写真等に収めるためです。ライチョウ、ハクタカ、ほんと懐かしいです。スーパーライチョウなんてあったんですね。JR 敦賀駅の駅名標と特急列車、まもなく見納めとなります。敦賀駅に最終の白崎65号は入線してきました。こちらの車両に乗車して福井まで戻りたいと思います。このような特急車両が夜遅くまで動いていてくれて本当に助かりました。ちなみにこの車両は前原で新幹線に接続していて福井金沢方面へ向かう最終列車とのことです。金沢に到着するのは12時40分とのことなので、もはや深夜特急です。乗車すること約30分、23時52分に福井駅に到着です。金沢駅へと出発していく白崎号を見つつ、今回の動画はここまでにしたいと思います。
本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回 MAO さん東尋坊に行く。